石脇城は、現在の静岡県八重津市赤脇下あざ山崎にあった日本の城。1476年頃から1487年にかけて伊勢シンクロ政治が滞在した城とされる。静岡県中部、静岡平野と志田平野を分断する山海の和峰、高草山の南側山裾から瀬戸川の中石地へ張り出す。 標高20から30メートルの小級を縄張りとする平山城である。車があった平坦面は、城山八幡宮と大日道王という寺社の道具が建てられているが、その背後などに、腰るは、土塁、縦堀、古行などの遺構が残存する。伊勢政治は、駿河の守護、今川義忠の正室北川殿の弟であり、1476年に今川義忠が戦死し、 後継争いの内紛が発生した際、幕府の命により、駿河に下校している。伊豆国営利号の鈴木氏文書に、総運寺殿様、寸州石脇御座公とあることから、当場が政治の巨城であったと考えられている。政治は、吉忠の子、龍王丸の擁立に成功し、1487年には龍王丸の政敵、小鹿の李密を打って、 富士軍火放送を与えられ、駿河東部へ移動したと考えられることから、石脇の廃場は、この頃と考えられているが、引き続き登場に居住したとする説もある。ありがとうございます。